ははいいどうもこんにちはよろししくお願いします本日も岸田政権を叩いていいててこううかなというふうに思っています本日は参議院で行われた予算委員会ですね政治とカネ問題の質疑に立った共産党の山添拓議員を共有したいなと思いますみんな大好き山添拓ということで私も好きなんですよね国会の質疑しか知らないんですけど実際にお会いしたことないので知らないんですけど国会の質疑はねやっぱりいいですよ好きですよ僕は。 で今回はあのー、政治とカネ問題で岸田さんの高知会ですね宏池会について岸田さんに面と向かって質問していくんですけれどもまあいいですよ宏池会にぐっと絞ってるわけです全体広く政治とカネ問題という質疑ではなくてもう高知会というピンスポットでドーンという質疑なんですよでその内容は、まあ、結局政治とかねキックバックじゃないですかでキックバックあったんですかなかったんですかという問い とかするわけですまあ言っておくと今の法令ではねキックバック自体は問題ではないわけですよ。派閥が政治家個人にキックバッククバすするのは、ね、問題なわけです法律違反なんですが派閥が政治家が所属する政治団体、まあ、政治団体は必ずあるんですけどね、まあ、事務所ですよ事務所の方にキックバックする分には全く問題はないしお互いに政治資金収支報告書に記載しているので全く法令違反にはない。 ということなんですけれども、まあ、その辺について言うわけですね岸田さんはずっとその私の宏池会は確かに、ね、そのキックバックというか分からない概念がどうなのか分からないけれども、まあ、そういう業績というんですかねチケットノルマというんですかね、まあ、そういうものに応じて。 確かにに政治団体体の方はははお金をを寄付していいいたたみなたなことを言うわけですよ、まあ、それ自体は全く問題はないんだとだからねそもそもの多く売れたパーケンのキックバックとかそもそもキックバックするための政治資金パーティーが問題なわけですよねでも法令上ではそれは問題ではないし政治資金規正法にのっとって何にも法を犯してないんだと確かにキックバックと言われればそういう仕組みスキームを使って政治団体 にお金を還流させてはいるけれども何ら問題はないんだという答弁なんですそれに対してね山添議員が突っ込んでいくわけですいやいやいやキックバック還流して政治団体に寄付をしていこうというそういうスキームを使って裏金を回してたんでしょと確かに法令違反じゃないかもしれないけれどもそもそものこのスキーム自体が間違ってるんじゃないんですかというところを突っ込んでいくんです <laughs> まあ面白いんですよ 僕はね、面白い、好きですよ、こういうピンポイントでね、ぐっと入っていくの、でね、20分ぐらいあったのかな、それを15分ぐらいにまとめてるんですけれども、まあね、山添拓議員が好きな方、あとマニアックなピンポイントで岸田総理をね、攻め立てる山添議員が好きな方はね、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思います。問題ははは派閥でででなく裏金でありりり解解散より解明がが必要ですとところが自民党刷新本部の中間取りまとめは 各派閥に説明責任を果たし、必要な対応を求めるなどとするだけで、これはまるでひと事です、5年で6億7000万円もの不記載が判明した安倍派の塩谷座長、いつどういう形で始まったのか全く分かっていない、西村前事務総長、歴代会長と事務局長の間で長年、観光的に扱ってきた、まあ、知らぬ存ぜぬですね、世耕前参院幹事長、秘書が母外で管理していたと。 これはは責任転でですす総理は今日の審議で役員によるヒアリングを行うと述べていますただ、ヒアリングを行って、幹部たちがどういう言い分をするかというのは、もうすでに出てるんですね。だからヒアリングだけでは、同じ言い分がまた出てくるだけになると思うんです。これは、捜査の対象となった5年に限らず、遡って、過去に遡って書類やデータ、 言い分のこの裏付けとなる証拠も含めて、党として徹底的に全容解明に努めるべきだと思います。いかがですか。総裁に聞き取りだけでは不十分ではないかというご指摘でありますが、えー、この外部の有識者にもま関与してもらう形で、党として実態把握に努めていきたいと思います。国民の多くが納得していないのは、何ら解明されていない。なのに刷新本部などと言って改革の方向だけを打ち出そうとする、そういう姿勢に。 向けられていいると思いますで大体この裏金は何に使われたのかと、高木全国隊委員長はすべて政治活動費で、不正な支出はなかったと述べていますが、根拠がありません。安倍派では2019年と22年、参院選の年、改選となる参議院議員にノルマを設けず、集めた全額をキックバックしていたとされますが、総理、これは事実ですか。裏金が 選挙買収などに使われた事実はないと断言できますか実態がどうであったか、まあ、これを党としてしっかり確認をしていきたいと思っていますぜひこの外部の有識者のメモを加えて実態を明らかにしてまいります選挙買収など不法な行為不正な行為に使われたことはなかったと今断言できますか 先ほど申し上げた取り組みプロセスによって、実態を明らかにしてまいりますこれはね、今、選挙買収などに使われたことがないと断言できるかと、でそれぐらい調べていただくべきだと思うんですが、今、断言できない、それ自体が深刻だと私は思います。いや、今から調べるからっていうんでしょ、分からないわけですよ。安倍派をはじめ、裏金作りに関与したすべての政治家の承認喚問を求めます。 裏金づくりの経過と裏金の使途の全体を党として調査し、その結果を委員会に報告するよう求めます、委員長お願いします王国理事会で協議させていただきます、山添君岸田派は18日、直近3年分の収支報告書を訂正し、2020年分のパーティー収入など、3059万円分を書き加えました。で今回、岸田派で起訴されたのは、2021年に交代した前任の会計責任者です。 午前中の質疑では、この交代の際、後任である今の会計責任者に不記載があることは引き継がれずで、しかし口座のお金は引き継がれていたと、こういう説明でありました、まあ、先ほど他の議員の質問にもそうお答えでした。そこで伺うんですが、岸田派は2022年10月と11月に、収支報告書7件訂正してるんですね。当時確認すれば 3, 万円もの不記載は 判明しただろうと思います。なぜ訂正しなかったんでしょうか。あの2022年12月に、えー、政治団あせせ、えー、政,政策団、えー、政策集団のお政治資金についてさまざまな指摘があり、また告発も行われました。えー、当時はあこの透明性のこのお限界ということで。 20万円のこの線について、これが不適切ではないか、こういったことについて指摘を受けました、党としてもそれについて、この調査を行い、そして修正を行った、こういった経緯をたどりました。 いやですから今回書き加えた3000万円について、なぜその時判明しなかったのかと、確認されなかったのかと伺っています先ほど申し上げました点について指摘を受けて修正、修正を行いました、そして先ほど申し上げたように、前の会計責任者がこのパディーゲンについて、誰の紹介か分からない分について別に置いておいた。こ、まあ、このことが 不記載につながったということを申し上げましたしかし残高については全て銀行口座に置いてあります残高は変わっていないということでありますその点について今回修正を行うまで私自身この報告を受けていなかったということであります要するに確認しようとされなかったわけですよ 2 2年の修正はいずれも新聞赤旗日曜版が指摘したその直後に、指摘された項目だけを訂正したものなんですね。他に問題がないかどうか、確認するつもりがなかったということですで。総理はね、事務的なミスの積み重ねなどと言われているんですけれども、これは隠してきたと言われても仕方がないと思います。2022年分の報告書を見ますと、5月18日に派閥パーティー、ーチ会と語る会が開かれ、 その後数回にわたって所属議員側に還流されています6月は100万円500万円、まあ、一定の額で還流されています8月の還流額は議員によってバラバラです6万円の人62万円の人134万円の人498万円の人など桁も違います総理に伺います岸田派ではパーティー券の売上に応じたキックバックはあったんでしょうか小池、まあ、会とし,しては いわゆるキックバックというのではなくして、緩やかな努力目標を設定し、それに対する対応と、そして平素の派閥における活動について等を勘案して、寄付という形で所属議員に対して、政治団体へこの政治資金規正法にのっとって交付をした。 ここういったとととでありますすその際ににもも必ず領収書をを発行するとともに、えー、預金口座を通じて、えー、会および所属議員側の政治団体双方の収支報告書に当該寄付の額、これは明確に記載されており、いわゆる裏金の類とは全く異なると考えておりますパーティー収入について、所属議員側にキックバックがあったかどうかということなんですね。 でそれについて総理は努力目標を定めて、それぞれの所属議員の状況に応じて戻していたんだと、そういう仕組み、まあ、寄付であろうがなんであろうがですね、そういう仕組みを作ってきたということはお認めになるんですね。12月の還流額というのは、各議員で100万円とか50万円とか定額なんですよ、この傾向、毎年同じで、春と冬は定額で、夏から秋にかけては、まあ、いわば営業成績を反映するようにです、ね、議員によってバラバラに還流している。 こういういのキックバックということ葉の定義でありますが、少なくとも宏池会として行ってきたのは、先ほど説明したとおりであります、先ほど説明したことについて、宏池会として行ってきた。 まあ、このことについては私も承知しておりますし、す、え、べ、ー、て政治資金規正法に則っ,って、えー、取り扱いを行っております収支報告書の不記載や虚偽記載というのはもちろん大問題です、でしかし、今、総理が言われたように、こういう仕組みで還流の仕組みを記載していれば、何らだ問題ないのかという点なんです。キックバッククバ流、まあ、寄付ととおっしゃいいますすけれどもも所属議員側にに戻すという仕組みそのものに 私は疑問があります。政治資金規正法上、寄付とパーティー券収入は区別されます。パーティー券はパーティーの対価だから寄付ではないと、今日総務大臣もお答えでした。そういう理屈ですね。でしかし、キックバックがシステム化されているもとでは、ノルマを超えた分、総理の言う努力目標を超えた分は、自動的に議員側に行くわけですね。戻ってくることになる。そうするとと議員の側にとっては 自らの持ち出しはなく、耐火性ゼロで、その収入が自分の手元に来るということになります。これはまさしく寄付なんですよね。本来、収支報告書に書かなければならない寄付だということになると思うんです。この、いやいや、そうではなくてですね、パーティーを隠れみのにした、脱法的な寄付になっているんではないかと思いますが、いかがですか。 ちょっと委員の言っている意味がよく分かりませんあの。先ほど申し上げたように、努力目標を設定をし、それへの対応と、そしてそれぞれの議員の派閥での活動等を勘案した上えで、寄付をそれぞれの,この政治資金団体に。 広報してきた。まあ、こういったことであります。これらはすべて政治資金規正法に則っております。必ず領収書も取っておりますし、預金銀行口座を通じています。この双方の収支報告書に、これ、明確に記載されている。こういったものであります。これはすべて政治資金規正法に則った対応であると認識をしております。 山添君いや私が伺っているのは、そういうことじゃないんですよ。所属議員の側にとっては、何ら持ち出しないんですね。何ら持ち出しがないのに、パーティー収入から自分のところにキックバックが戻ってくると、パーティー券を購入した人から寄付を受けたのと同じことになってしまうんですよ。しかし、パーティーという形を取れば、誰が買ったのかということは示さないですね。20万円以上にならないと明らかにならない。パーティー券のを使うことで、企業、団体が主に買っているパーティー券、その 献金のあり方が隠されてててししままっいいいるととうことを私は問題にしていますで、ね、パーティー金を問題にするのはです、ね、派閥の構造、収支の構造にあるんですよ。岸田派の22年の収入というのは2億2900万円です。そのうちパーティー収入が1億8300万円、実に8割です。21年と20年はコロナの影響か約6割ですが、それ以前はほぼ7割がパーティー収入です。で、その多くが、まあ、持ち代なのか、小売代なのか、キックバックなのか。 官流にによっってて所属議員側に渡っています岸田派から議員への寄付額が支出に占める割合、22年64%、21年と20年は5割前後ですが、それ以前はやはり6割以上です。派閥は政策集団などとおっしゃるわけですが、実際には、派閥の名でパーティー券を売りさばいて、所属議員で山分けをする、そういう集金システムに他ならないと思うんですよで。そしてこの1枚2万円と言われるパーティー券をたくさん購入できるのは、 多くは企業や団体です企業団体献金は、パーティー券を含めて全面禁止にする、そうして金権腐敗の根を断つべきではないかと思いますが、総理からです岸田内閣総理大臣。あの公池会の対応についてご質問をいただいているわけですが、あの先ほど申し上げたように、 パーティー圏の収入については、それぞれ緩やかな努力目標を設定しました、緩やかと申し上げているのは、要はノルマを達成しましても、ペナルティは全く何もないわけでありますし、それぞれの対応と、派閥における活動等を勘案して、その派閥の方から、それぞれの議員の政治資金団体に対して寄付を行っている。 そしてそれについても政治資金規正法に基づいて領収書を取り、すべて振り込みを行い、そしてそれぞれの収支報告書に明記をしている、こうした法律に基づいた対応をしていると申し上げています。これは、この企業団体、企業団体からのこのパーティー券について、努力目標は設けていますが、それと合わせてそれぞれの活動についても勘案した上で、 寄付を行っているというご説明をさせていただいておりますこれはおかしな対応ではない法律に基づいた対応であると考えています答えてない委員長速記を止めてください失礼しました企業献金団体についてどう考えるかという部分についてお答えいたします企業献金団体については中でえ企業団体献金 については、長年の議論を経て、まあ、現在ではこの政党、あるいはこの政治資金団体に対するのみが認められていますが、えー、っとあれ昭和45年の最高裁判決において、これ、会社にも政治資金の寄付の自由が認められているということでありまして、これ、政党がその受け取りを行うこと自体が不適切なものであると企業には賛成権はないんですよね。 一票に託されるミニではなく、金に物を言わせて政治を歪めてきたのが企業団体献金です。だいたい90年代の政治改革では、政党助成金を作る代わりに企業団体献金は禁止するはずでした。それから30年、自民党が受け取った政党助成金、総額4400億円に上りますで。加えて企業団体献金を受け取り、パーティー券で荒稼ぎし、巨額の裏金作りまでシステム化してきたわけですすこれは国民に対する二重三重三の裏金です。 私は返していただきたいぐらいですね。少なくとも今年の受け取りは辞退されるべきだと思います。我が党は政党助成金を廃止し、パーティー券購入を含め、企業団体献金を禁止する法案を国会に提出しました。ぜひ、各党に賛同いただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。